あ、まあここ階段作ればいいですね、じゃあ。階段。あ、まあ、階段なり、まあこういう横にこう行けるところ。そうですね。嘘、そこ。YouTube 撮ってんの？そう。はい。階段できました。階段の出口か。両サイド狛犬が立っています。これは横溝造園さんのあのねプレゼントです。ありがとうございます。まあね、こういう風にね皆さんに簡単に見せられますけど、意外にね大変なのはもう本当に映像にならない一番大変な作業が草刈り。夏の時期はね4日経つと山はもう元通り。今回のこの部位は2ヶ月の作業工程をまとめてます。はい、土留めに関してはやはりプロが入ってます。土留め先行方向というね、何やら技術が入って土砂崩れしないようになってます。一応僕ねエスコートするために結構事前にねいろんなことをやるんですよ。だからまだお風呂来てません。ただ裸になってみて、景色を見てみました。何かおかしい。そう、丸見えなんです。だからすいません、オーニングを立てちょっとねブラインド方式で目隠しをし、ちょっと快適に、お風呂ライフを過ごそうということで、オーニングを買いました。それの制作動画ちょっとご覧ください。大体全体像で大丈夫。これで確かにね、これパンしてもらうと分かるように、ちょっとパンしてください。こうパンすると、絶景です。まあ、ちょっと夏場は、ね、草が多いけど結構いい感じなんですよ。それでいい感じってことは丸見えなの。だからこれをお風呂入るときはこれがあった方がいいんじゃないかっていうね、トップたちのお達しでこれつけました。これね、普段こうずっとやってると日に当たってね多分裂けてしまうんで、これしまいます。こう我こそは山の手伝いしたいと、純粋にしたいっていう人がいたら大募集。だから意外に映像的につまらなくてカットしてるやつが多いけど、まあまあまあこういうのを地道にやってます。あと IKKO さんも今後ね山小屋をちょっと色塗ってくれたり、いろいろやって、まあ秋口にはまずね、さすがに所さんこの山の上に泊まってくれないと思うからまず IKKO さんと僕でやってみようかなとね。一体何が来るんだ。すごい。